はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、先日ですね、天才デッキと当たりまして、なんかの使用量徴収デッキと当たったんですよ。これどういうデッキだったかっていうと、ギエルドグラから動いてね、なんかその使用量徴収2機をめっちゃ出すっていう、まあ、そういうデッキだったんですけども、ちょっとカスタムして、デッキを、もっと強くしてきました。このデッキどうなるかっていうと、最終盤面、ブラックフェザーアッサルトドラゴンが3体出まして、モンスター効果を使用するために、700ポイント ×3 のダメージ、まあ、2100ダメージですね、2100ダメージを与えることができ、でさらに、盤面にオットアイズグラビティドラゴンが3体出ますんで、カードを発動するために相手は、500ライフを支払わなければならない ×3 なんで、1500ライフを払わなければならないと。ちなみにモンスター効果を発動する場合は、これ3体プラスこれ3体なんで、全部で3600円の使用料を払わないとカードが発動できないと、まあ、そういった仕様となっております。はい、まあ、ちょっと動かし方はね、ゲールドグラからのムーブになるんで、ちょっと対戦とか見ていただければなと思うんですけども、ゲールドグラプラス、バトスマスターオア、高等儀式のハンドからいけます。でそれをサーチできるようにいっぱいサーチカードを入れてきました。はい、というわけで早速ね、この最強モンスター、これ使っていきましょう。ゲールドグラの効果はちなみに3000ライフ払うとエクストラデッキからモンスター墓地を送るっていう効果なんだけど、これ対じゃなくて、これ装備すればね、ライフコストなくなるんで、はい。というわけで、クソデッキ、デュエル、スタンバイ。これいけんのか？スモアでサーチして、持ってきて、あ、いけんな、多分これ。一旦儀式の準備ぶち込んでいく。で、儀式の準備でサウラビス持ってきて、対象体制付与。で、魔剣石灰発動だな。で、魔剣石灰で、バトスバスター持ってくる。はい。で、スモールワールド発動。これで、こいつ見して、こうして、アックスレイダーゲームから除外。アックスレイダーゲームから除外して、ゲールドグラ持ってくる。これでいったな。今から君には地獄を見せてやろう。ゲールドグラ召喚。効果発動。無限砲投げてもいいぞ。ないか。で、アークデクレアラの効果を発動するぜ。アークデクレアラの効果によって、高等儀式映像っていうのが加えていく。そして、高等儀式映像の効果を発動。高等儀式映像の効果により、バトスバスターを、儀式召喚。そして、アックスレイダーを墓地。そして、バトスバスターの効果発動。魔剣カードを1枚っていうのが加えていく。なんだ？ダーニー！あ、でも最初取るのそれ。危ない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 危ねえ。対象取るんだそれ。危ねえ、よかった、対象取ってくれて、もうちょい神。危なかったね。で、待ってあれ持ってくる。ってことはもうさすがに言うはずないでしょ。はい。で、待ってある効果を発動するぜ。召喚権を増やして自身を、召喚。そして効果発動。自分の墓地のアックスレイダーを特殊召喚。そして、バトスバスターと、マクティアルでリンク召喚。現れろ、強炎の剣士。そして、強炎の剣士が過去戦士族なので、まあ、これどんなんでもいいんだけど、戦士族だったら、こことここでリンク召喚。現れろ、聖騎士の追走イゾルデ。リンク召喚成功時効果。デッキよりエレメンタルヒーローネオスを手札に加えていくぜ。こいつは一体何がしてんだみたいなとかあるよね。ここまで見てだからこのギミック分かるやついない説。そして、リナルドを特殊召喚してリナルドの効果を発動するぜ。リナルドの効果によって自分の墓地の、遠征騎士デュランダルを手札に回収していく。まあ関係ないですねこれ。なんか相手チェーンあんだけど、これなんだろう、なんか演出からが見てる。はい。で、リプロドックスリンク召喚。リプロドックス君はリンク先のモンスターの種族を変更することができるぶち壊れモンスター。リプロドックス君の効果、一回サイキック族でお願いします。はい。
で、これでゲールドグラが再継続になったぜ。そして粘土増幅装置を発動。粘土増幅装置によりゲールドグラのライフコストはこれでなくなるぜ。うおー、エクストラデッキからカード落とし放題雑にエクストラデッキからカードをめちゃくちゃいっぱい落としていくや。おい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 めっちゃ雑ってね、めっちゃ雑で、サイフレームロードオメガの効果、アークデクレアラーをデッキに戻してもう一回儀式をサーチしていく最強のコンボこれで無限に儀式モンスターをサーチすることができるぜこれで無限に無限回サーチだぜ、無限回実質じゃクソめんどくせえけどなこれクソめんどくせえんだよな、これね、ちょっとね、アークでクリアラ、まあエクストラキがなんか200枚ぐらい詰めるんだったら別にいいんだけど、ちょっとなんか15枚しかないじゃないですか、遊戯王って。なんで再利用するために一回そのなんか墓地で送ったやつで戻さないといけないっていうなんかクソみたいなコンボがあって、でこれやんないといけないんですよね。これ制限時間足りてるかな、これ対人戦でこれやったら初めてなんだけど、アークでクリアラ効果、相手も一体ね、これ何が起こるんだろうって感じなんでしょうね、多分だけどね。一体こいつは何がしてんだみたいな。これで全部いったかな、これでいいな、はい、OK。 そしたらちょっと自主退場します邪魔なんで自主退場します。トレビアイゴン肉召喚成功時効果、手札を1枚A墓地に送ることによってフィールドのカードをバウンス、さよなら自主退場。そしてブラックフェザーモンスターとブラックフェザーのチューナーをゲームから除外。あらあれよ、ブラックフェザーアッサルトドラゴン、これで特許権料700からの、特許権料、1400、はい、からの、特許権料2100 今モンスターカード発動するために2100円しらっていただきます。はい、で大地参照していく。第一三章の効果、ネオスを、素材にしてオットアイゼグラビティドラゴンを儀式召喚、さらに高等儀式術を発動今2600円ですね、今2600円で、これで3100円、特許権利を3100円に跳ね上がり、はい、よしそしてこれで3600円だ、おらー3600円しかない。でもちょっとブラックフェザーアスタードラゴンはモンスター効果しか反応しないんですけど、グラビティは何でも効果発動反応するんで、今何でもカード魔法トラップカードは1500円、モンスターカードは3600円の使用料となってます。はい、特許登録しておきました、対戦よろしくお願いします、デュエル3倍おっと、いいんですかそんなカード発動してて、ライフどんどんなくなりますよ。さあ1500円のライフが減っていくが大丈夫か、これティアラメンツって結構あれじゃんじゃないか、あのカードめっちゃ発動するんじゃないか、モンスター効果かなり多いぞ。さあレイノハート召喚効果3600円払って、3600円払ってくださいもうモンスター効果お前あと1回しか発動できないぞこれ、多分モンスター効果あと1回発動して死ぬぞお前、大丈夫か、果たして彼は生き抜くことだけでしょうかこの世界もう2900しかないけどライフ大丈夫、大丈夫、シェイレーンの効果発動したら死ぬよいやあなたもう1400しかないですけど、タイポイントいいんですか あ、カレードアードかこれ、カレードあ1枚戻せ、なるほど、いやでもその後にその効果でバーンが、はいで、はいはは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 は遊戯王おもろ
あーこれはいけますね。イェールドグラ召喚効果で、アーデック効果入れられてもいいぞ。ねえか、これはいけますね。口頭を持ってくればいいな。これあれだよね、そのね、これあのうちの幹部会のメンバーに教えてもらったんだけどさ、魔剣カード、魔剣のその儀式するだけで、あの戦士族イゾルデまでつなげられるの結構強いのこれね。だから要するにゲルドが1枚から、まあ、エクストラデッキの枠食うけど、あのアーデック2枚いるからエクストラデッキの枠食うけど、アーデック2枚落として魔剣ムーブすれば一応その戦士族イゾルデまでつながるから、まあ、ゲルドぐらいでイゾルデでつなげられるっていうね。はい、まあ、ちょっと今回はエクストラの枠がなさすぎまして、無理なんですけど、すびきが一枚必要になっちゃうんですけどね。エクストラ使いすぎなんですよね。なんかアサルト、ブラックフェザー、アスタッドドラゴンを出すのに、あまりにもカードを使いすぎるという話がありましてね。さあ、残念ながら最強の特許権料を、最強特許権料、これ3600円ですね。はい。モンスター効果は3600円。魔法トラップカードは1500円となっております。特許権利を支払ってください。よろしくお願いします。金払え。うバカ野郎、何してんだよ。ライトニングボルテックスとかふざけてんじゃねえぞ。おい、特許権利を踏み倒すのやめてもらっていいですか。